うわぁ。お前どこで何やってんだ。ごめん。全然連絡つかねえから心配してたんだぞ。ちょっといろいろあって、今から帰るから、その時に詳しく話す。なあ、ちょっと待っ、な、クリア。マスター、よかった。どちらへ行かれてたのですか？あ、いや、ご無事で何よりです。昨夜はマスターの声が遠くから聞こえたので心配してたんです。俺の声が？
い。うん、そっか。それより早く店へ行こうぜ。わざわざ出てきてくれたんだろ。そうですね、わかりました。さあ、お店の中へどうぞ、マスター。大丈夫か、お前。なんとか。よかった、安心しました。おう、あの犬っころも無事なのかよ。ここにいる。このガスマスクが、お前がどこかへ連れ去られたって大慌てで俺のところへ来てよ。最初は信じてなかったんだが、本当にお前に連絡取れなくなるし、それでお前のことを聞こうとタエさんに連絡したら、そっちも連絡取れねえし、確かコイル嫌いだったってのを思い出し、そいつ。なあ、てめえ、スクラッチのヘッドだよな。スクラッチのタグアートとかあまり見たことなかったから。新顔くん、綺麗なオムさんですね。ですね、綺麗なオムです。嫌な野郎だぜ。
ずいぶんやかましいな。スズメならもっと可愛く鳴いたらどうだ。てめえ、ふざけんなよこの野郎。最悪だな。とんだゲス野郎と鉢合わせしちまった。日陰もんはおとなしく帰れよ。お前に言われる筋合いはねえな。んだと？なんでてめえが青葉と一緒にいるんだよ。青葉に何かしてみろ。ただじゃおかねえぞ。それもお前には関係ねえだろ。ああ？おい、なめてんのか？おじゃくくん、落ち着いて。とりあえず中へ入ろうぜ。ここ入り口だし。ち、で、さっきの話の続きだ。タエさんはどうしてんだ。連絡つかねえし、お前もこんなことになってるしよ。タエさんが超える嫌いなのは知ってる。連絡取れない理由がそれなら別に問題ねえんだが。それが…何があった？連れてかれた。誰に？モルヒネだ。ふざけるのも大概にしろ。モルヒネだと？神隠しにでもあったってのか。タエさんはリブじゃねえっつの。コウジャク、俺も見たんだ、モルヒネのタグ。マジか。どうにも信じらんねえな。そのモルヒネのタグってのも、もしかしたらこいつがお前を騙すために後から入れたんじゃねえのか。こいつら犯罪者なんだぜ。信じねえならそれはそれで構わねえ。なんでてめえにんなこと言われなきゃなんねんだよ。どうせろくでもねえこと考えてるんだろうが。この話を決めるのはお前じゃねえ、あいつだ。ばあさん探しを手伝ってやる代わりに
あいつにこっちの条件を飲んでもらう。それがあいつと俺の間で成立した取引だ。なんだそりゃ。てめえの条件ってなんだよ、おい。お前に話す義理はねえつっただろ。ただ俺はばあさんがどこへ行ったか大体見当がついてる。ばあさんを誘拐した奴らをチームの連中に追わせて、その報告が入ってきてる。それも信じないならお前らで好きにしろ。公爵、頼む。ばあちゃんを助けたいんだ。他の方法も思いつかない。力を貸してくれ。青葉。わかった。お前がそこまで言うならしょうがねえ。気は進まねえが、信じるしかねえな。ありがとう。構わねえよ。お前のためならな。おい、なんだこりゃ。ブロックでしょうか。これノイズだ。あいつまた。行儀が悪いな。またかよ。盗み聞きが趣味なんじゃねえのか、あいつ。さっきドアのところで音がしたのはこれだったんですね。知り合いか。知り合いっつうか、まあ情報収集に余念がないタイプか。まあまあ使えそうだな。巻き込め。
店で勧誘の電話するのと同じだ。同じ小金を使え。巻き込んでどうすんだよ。頭が使えるやつがいれば有利になる。手札は多い方がいい。おい、何こそこそやってんだよ。ノイズだよな。聞こえてるか？ちょっといろいろあって今大変なんだ。正直俺たちだけじゃ厳しいかもしれない。だから力を貸してくれないか？全部終わったらお前の望み通りにするから。青葉、頼む、力を貸してくれ。ドライジュースってリブで一番でかいチームだろ。なあ、結構な人数がいたはずだよな。この島でそいつらを丸ごと持ってける場所なんてそうそうないんじゃねえの。だよな。うちのチームの連中にも探させてるが引っかからねえな。僕も屋根の上から探してみましたが全然ダメでした。人目につく場所じゃねえってことだろ。どういうことだ？立ち入り禁止の区域も視野に入れる必要がある。そういうことだ。情報収集マニアなだけあるな。マニアじゃねえよ。ばあさんが連れてかれた方向は北の K 線だ。 K 線？確かにあの辺には使われてないビルやら倉庫やらが山ほどあるな。調べろ。お前に命令される覚えはねえけど。交換条件付きでこいつの話に乗ったんだろうが。面倒なことはとっとと片付けてえだろ、お互い。
すか。なんでてめえが仕切ってんだよ。だったらお前が率先してやればいいだろうが。ああ、ここで怒鳴り合ってもエネルギーを無駄に消費するだけだと思うが。つかてめえが出しゃばんな。オールメイトは主人に似るとはよく言ったものだな。今なんつったてめえ、この野郎。ピーチクパーチク、うるせえな。ここが K 線だ。この辺りのネットワークにアクセスするとエラーが出る。立ち入り禁止の区域は普通ネットワークが機能してないけど、ここだけエラーのデータに不自然なブランクが混じってる。つまりこれはフェイクだ。機能してないように見せかけてる。当たりか。かもな。この辺りはもともとゴミの処理施設だった場所だ。数年前に閉鎖されて立ち入り禁止になったってやつだよな。今も不法投棄が続いてゴミ捨て場になってるってとこだろ。取り締まるやつもいねえしな。ばあちゃんはここに。方向としては俺が受けた報告とほぼ一致してる。ただもしここにタイさんさらった奴らがいるんだとしてもよ、この辺の道とか全然わかんないぞ。特攻かけるのは危険じゃねえのか。あ、それなら僕が知ってます。お前な、遊びじゃねえんだぞ。分かってます、本当に知ってるんです。僕昔よくこの辺りを散歩してたんですよ。何ですか皆さん、なんで静かになってしまうのですか。もしかして僕のことを疑ってるんですか。やめてくださいよ。もう本当に知ってるんですよ。ちゃんと地図だって書けてしまうんですからね。サラサラサラーっと。はい、できました。おいおい、本当に合ってるのかこの地図。照合しろ。確かに外観図とは一致してる。じゃあ合ってるってことか。だから言ったじゃないですか、皆さんひどいです。
まあこれで迷うこともなくなったし、あとは乗り込むだけだな。乗り込むってもな、このメンツだろう。よりにもよって変なのばっかり集まりやがって、どうなったんだよ。あんただって人のこと言えないだろ。うるせえ。俺はあんたらに協力する気はない。俺がやりやすいようにやる。その方が効率がいい。それじゃバラバラになっちまうだろうが。場合によっちゃその方がいい。どんなに綿密な計画を立てたとしても、全員その通りに動く保証はねえ。このメンツに限っては特にな。だからそれこそてめえが言えたことかっつうんだよ。お前とそこのガスマスクに言ってんだよ。んだと？え、僕もですか？ひどいですよ。僕はみんなと仲良くやりたいと思ってるんですよ。冗談は顔だけにしろよ。おいガスマスク、話がややこしくなるからお前は黙ってろ。そりゃあんたも同じだろ。そんなひどいですよ。ややこしくなんかならないですよ。お前の存在自体がややこしい。ひどいですよ。いじめですよ。ガキみてえなこと言ってんな。俺からしちゃガスマスクよりお前らの方が信用できねえ。言ってろ。そもそも信用するしないって話自体がバカバカしい。てめえらな、喧嘩はやめてくださいよ。お前ら、いい加減にしろ！あ、あれ？なんで？青葉の言う通りだ。そろそろいい加減にしねえとな。こうしてる時間がそもそも無駄だし。とっとと行くぞ。そうですね、そうしましょう。よし、行こう。
ここあのゲームに似てる。ゲーム？間違って一回ダウンロードしてから配信されるようになったゲームなんだけど、配信されてくるのがなぜかゲームじゃなくてデモムービーなんだよな。こないだ来たやつがおばあさんのキャラがコウモリに連れ去られるって内容でさ、連れて行かれた先がゴミ山だったんだよ。確かにここはゴミ山ですね。たまたまだろ。俺もそう思うんだけど、なんか不思議だなって思って。この先にゴミ処理の工場があるだろう。ありますね。その工場がここら辺じゃ一番でかい建物だ。そこが怪しいってことか。このまままっすぐです。待ってください。どうした？聞こえます。います。あの中に。聞こえるって。何も聞こえねえが。聞こえます。あの中です。行こう。誰かいるな。一気に行くぞ。一応うちのチームのやつらも近くに待機させてる。向こうがどんだけいるか分かんねえからな。こっちは特に問題ない。
ワクワクしますね。遊びじゃないっつの。行くぞ。急に来た。そう来なくっちな。ほら来い。わさん、こんな。つか、しつこいっつの。てえな、こんな野郎。暴力は。やめてくださーい。
コージャク。アーバー、こいつらドライジュースの連中だよな。なあ、なんだってこいつらが俺たちを。マスター、ここじゃない場所、もっと奥の方からたくさんの音がします。集まっています。こっちはおとりか。おい、勝手に。拉致が開かねえ。ここは俺たちがどうにかするから先に行け。わかった、ありがとな。しょうがねえな。イエーイ。おい、先行け。え？早くしろ、ガスマスク。お前はこっちだ。なんでですか？僕もマスターと一緒に行きたいです。先にこいつらぶっ倒してからの方が。ごちゃごちゃ言ってる場合か。いえ、やめてください。いいからとっとと行け。わかった。
待て。まさかここまで嗅ぎつけてくるとはな。さすが青葉ってとこか。瑞希、お前なんで。ばあちゃんは。お前を探すように言っといた奴らを待ってたんだけど、代わりにお前がここに来たってことは、あいつら捕まっちまったのかな。